みなさんこんにちは、ナイロンバグルのナイロンです。友達からね、キャンメイクもらいました。嬉しいっていうのと、みんな乙女だなっていうのはビビりました。ナイロンです。今回はここの唯一女子力が高い棚をね、あの引き出しなんですけど、これこの中を紹介していきたいと思います。まずまあリップクリームでしょ、リップとかもなんか変なやつ、リップ系、こう匂いがする系、香水とかまあそっち系のやつ、ここはハンドクリームで謎、ここはあの髪の毛のねゴムとか、まあこれもそうなんですけど、まあこれもそうだね。そしたらゴム、あとはなんか爪系で、鏡とサングラスと、棚はこっち側が赤でこっち側が紫です。一番メイクっぽくないところから紹介していきます。スクイーズミラーね、今気づいたんだけど、スクイーズなんですよこれ。スクイーズミラー、こういう感じ。はい、続いてこれはね、中にこんな感じでピン止めが入ってます。これ元はね、絆創膏が入ったやつなんですけど、櫛、この櫛はあんま使わないです。はい、続いてこれもミラーとこれですね、櫛になります。これまあ近いですね。はい、続いて妹からもらったチョーカー。私チョーカー欲しい欲しいって言ったんですけど、なんだろう、なんかさ、おもちゃのさチョーカー、妹はいらないんであげるって言ったんでもらいました。続いてこれはなぜか入ってるけど、これ妹のやつなんでプーンします。はい、プーン。はい、こちら鼻の謎の髪留め、ハワイアンズで買ったやつですね。次これ妹がねゲットしたミツハの、なんと私にくれました。もらってないですけど、妹が欲しいって言ったらまあ返します。それも私が預かっておきましょう。はい、続いてフェフェで買ってもらったピン止め、これかわいい普通に。はい、続いて髪留めになりますね。はい、続いて結婚してくださいの指輪ですね。これ見て可愛くない、この入れ物可愛いでしょ。これ指輪はサン宝石で買ってもらったやつ。続いて目玉の、これ結構使うね、目玉のゴム髪留め。これはね、なんかあのノイノ番組見てくれてる人は分かると思うんだけど、ネックレス。はい、これはパワーストーン、分かんないけどなんかいいやつみたいです。はい、こちらピン止め、ギラギラですね。私の結構お気に入り、指輪、サメの指輪です。かわいいよね、かわいい。あとユーポンと大阪デートした時につけてたイヤリング、シーイヤリング結構好きなんですよ。痛いけど、セカオのライブでもつけてました。これはあとこれたまごっちセンターでもらったやつ、謎に指輪、おもちゃの指輪ですね。どこの指輪も入って、あ、ここ入りそう、あ、ダメだ、小指だけか、あ、小指ちょうどいいですね。はい、これも髪留めなんですけど、ちょっと待ってくださいね、絡まってる。で、こっち紹介しようかな。腕輪、これは多分あんまつけない、タルカスっぽいよね。でもタルカス感はあるんですけど、もうタルカス以来つけないと思います。はい、こちらネックレスですね、本当のパイのパイです。続いて髪留めですね、謎のゴムがいっぱいあります。はい、でゴム、ピン留めがここにあったんですけど、この中ですね、ここの箱の中にはこれだけ入ってます。この中から漁って探す感じですね。そうそうね、ここのね可愛い系のね引き出しはね、大体引き出さないから、こんな感じで入ってて、こんな感じですね、いつも。はい、続いてはこちらのハンドクリーム系ね。で、日焼け止めあるんだけど、こっちの日焼け止めだから使ったことない。まだ夏じゃないから使わないけどね。これ買ったやつ、サンカット、これの宣伝してる人好きです。地味に告白ね。いや、日焼け止め私いつも使わないんだけど、なんか買っちゃうんだよね。スプレーだったら使うかもしれないけど、これはさすがに使わなかった。うん、はい、これは結構使った、可愛かったら買っちゃうんだよ。なんかニビア、これはもう使ったかも、あの日焼け止め。ニビアは使ってるよ、他のやつ、あのね顔のやつはね使ってるんですよ私、ニビアの。はい、これはねパッケージがなんか可愛くてね、いい匂いだったから買いました。めっちゃいい匂いするんですよこれ、懐かしい匂い。はい、これもいい匂い、シャンプーの匂い、ほらシャンプーフローラルの香りって書いてある。うー、シャンプーの匂いです。なんかわかんないけど、ホチキスと待ってます、取りましょうか。
なんでホチキス止めたんここに。謎すぎるんだけど。はい、これだけです、ハンドクリームは。はい、爪キット。こんなが特に何も入ってないんで、こんな感じです。エラーはこんな感じです。これも、はい、これはね、いい匂いだよ。安いしね、500円ぐらい。めっちゃいい匂いするんだって、これ本当に。めっちゃいいです。これは、ハンドジェルです。これもめっちゃいい匂い。これはディズニーで買ったやつなんだけど、あー、すっごいね、バラの匂い。こちら。はい、こちら84です。これめっちゃいい匂いなんだわ。普通にね、手のここら辺につけてね、一人で匂い楽しんでる。レモンの香り。スプレーより私塗る方が好き。これもこれめっちゃいい匂いします。え、チューリップだと思って私買ったら違ったの。チューリップ欲しいなと思った。ほんとちょっとショックだよね。はい、手めっちゃいい匂いするこれ。こんな感じ。あ、これがね一番使うから、クマさんここに大体いるから。続いて最後なんですけども、これは一番女子っぽいんじゃない？みんなが今日多分期待してるやつ、キャンメイクとか入ってるやつです。これはセカオのライブでしてた、あの顔に描くやつ。で、これは友達からもらったネイル。で、これはもう入ってないんだわ。たまにね、二人が研ぎるとき使うけど、これ入ってないんで、今日でさらばだ。はい、ここら辺は動画で使ったやつなんですけど、これはね、ライブとかにしていけそうだから、していく。はい、こんな感じです。これは何なんだろう。そう、私これさ、どうやって使うのか分かんないの、これ。なんかまつげ美容って書いてあったんだけど、分かんない、分かんない。まつげ美容なのこれ。ちょっと今まつげ塗ってみました。分かんないです。これはキャンメイクのリップグロスって書いてあります。ジャムのような仕上がりって書いてあった。今度つけてみてやってみましょうか。多分こっちの方が逆に面白いと思う、つけてみてやったら。はい、これ私大好き、ディズニーのめっちゃいい匂いをするリップグリーン。これはピョートのお土産でもらったハンドクリーム。これ超かわいいんだって。超かわいい。私まだ一回も使ってないんですけど、本当に手のひらサイズ。超かわいい。これはマミーから借りてるやつを返してないんです。はい、続いてみんなが気になってるキャンメイク。これはね、色違いでね、こっち側が友達にもらったの、こっち側は、クリスマスもらったやつになります。こんな感じで適当に入れてみます。それではまた明日の生番組をお会いしましょう。バイバイ。